で始まりまりした。今回、基礎英文法講座ついに家庭法までやってきましたよ。ほら、パーカーも変わりましたね。ですね家庭法ですね。あ、なんかこう、こういうやつじゃないですかね。家庭法あ、違いますね。そ、so、う、文春法。さあ、行きましょう。一気に行きますよ。はい。If I were you, i とか b e i n an actor, well, would must have to. という形ですね。 できましたかはい10分でもう分かれしますから仮定法一気に進みますからね今回の1個の動画だけでもう仮定法ってあれこんなに早く終わるみたいな感じでスパンと進みますからはい、えー、まず仮定法ってやつですかそうですねこの「if があってここに過去形がいる」ってやつですね,ねああそうだこれなんか仮定法っていうの習ったなってですね、えー、でもほら過去形の可能性あるんじゃないですかただの過去形いやこれ「i は?」って言ってますからねそう普通「i だったら ででしょもうね仮定法の収集なんですよ。こ絶で仮定法の場合ってまあ「if」の中に過去形が出てくんだけど過去のことじゃないよってやつですね。そう覚えてます、はい、だからもし私があなただったらそんなのありえないですね普通ね。もし私があなただったらね義乳特選隊のチェンジですよ。 知らないですねはい。そんなことありえないそうだ仮定法っていうのはありえないこととか可能性がめっちゃ低いことっていう時に使うわけですそそうそう可能性別にゼロである必要はありませんね、えー。すごく可能性が低いよっていう時に使うんですでその時にこの if のとこばっか注目しないでくださいねここに過去形があるんだあ if の中に過去形があるんだだけじゃなくて こっちののでですね主説の方ですねね主方なんか「帰結説」とかってね習う人もいますね「条件説」「イフがあるやつが条件説で」でこっちは「帰結説」なんだみたいなですね「何それ」みたいなね。はい、でこっち側も注目しなきゃいけないですよこっちの「主説」側「帰結説」側の方に「助動詞の過去形」が出てくるっていうのが仮定法なんでそう「助動詞の過去形」 が必要なんですだから、will はダメなんですよ。must もダメです。had to って何じゃこれか単なる過去形ですね、これですね。have to の。はい。ということで、助動詞の過去、だから would とかさ、might とか could とかさ、ああいうキャラクターがいなきゃいけないんですよ。それが仮定法です。ねで、もし私がね、あなただったら、actor actor ーわかりますね。そう、俳優です。最近は女性の方にも actor ってね、使えますので、そう男性女性区別しない言葉ですので、ねえー、私は actor になるのにな、つってるわけですね。 はい、If I were you, I were would have actor you, an been お前みたいに容姿が良かったら俺も俳優になるのにみたいな、ね、そういう形になります。はい、こういうのが仮定法です。でだ気をつけなきゃいけないのは過去形使ってけど過去のことじゃないよってやつです。これが重要ですね。はい、現在もしくは未来のこととかってよく言われますね。そうだからもし今ね私があなただったらアクターになるのになってうそういう意味になりますね。はい これだけまずはきちんと覚えてください。助動詞の過去形が出てくるんだ。ね、で、こっち、if の中には過去形あるけど、別に過去のことじゃないよってやつ。で、実際使われるのは、ね、このやっぱ、w h じゃなくて、I w e r e you じゃなくて、if I was の方が実は使われます。実際はね。な映画見てても、ドラマ見てても、was の方が圧倒的に出てくるけど、一応、日本の高校では わを使ってくださいね。そう B 動詞の場合はわずじゃなくてワにしてね。そう I だろうと H だろうと。でワを使ってねっていう風にでね習います。はいねワは言わないでくださいね。 文句言わないで私が決めたルールではありません。で、まあ、だから普通の動詞だったら過去形にして使ってくださいね。えで、気をつけるのは If I were you, I'd have been an actor. そう、喋るときは I と Would と合体して I'd になるんだってやりましたよね。これねえだから気をつけてください。ね、If I were you, I'd have been an actor. 実際は w a s が使われることも多いですね、はい。さあ続いて2問目いってみましょう。If it had rained yesterday we home とか home. はい、いきますねそうこれもね知ってる人はおっしゃーってなるし初めての人はあそうなんだって覚えてくださいね。if の塊がままずありすすねそそこにそうです ハードレインドっていうハードタス過去分子が出てきますね。そう if <う>の中にハードタス過去分子が出てくると仮定法過去完了とかですね謎の名前になります。はい厄介ですね。えー、で仮定法過去完了っていうのはですねまあギスタレっていうのがついててわかると思いますがこれ過去のことです。はい仮定法過去完了は過去のことになります。 で、帰結説の方ですね。またね、これ帰結説の方はどうなるかっていうとですね。帰結説の方は。覚えてますね。助動詞の過去形。まあ、もうこの時点でさよならですね。あとね、さようなら、さよなら、さよなら。さよならね、<laughs> はい。バイバイって形ですが。そして助動詞の過去形、足す、ハブ足す過去分詞になります。これが仮定法過去完了ってやつです,いいですね。仮定法過去完了はですね。if の中に過去完了形が出てきて。 帰結説主説の方には助動詞の過去形プラスハブたす過去分詞っていうのが出てきますので、えー、なんでこれを覚えておかなきゃいけませんで助動詞の過去形プラスハブたす過去分詞はですね過去のことを表しますので Will、I、have stayed home? stayed っていうですねだから昨日雨が降ってたら私たちは家にいたのになっってから実際はそう雨降ってなかったから外出たよって っていいうこことになりますね、はい、な名前がややこしい家庭法過去ってさっきやったやつは現在もしくは未来のことを表すのに対してこの家庭法過去完了っていうのは過去のことを表します。でややこしいんだけどどうしようっていうんだけどまあだから文で覚えてきていいんですよ。 ね、なんか例文1個でいいから覚えといてください。それが手っ取り早いです。それをわざわざ「if 主語」<noise>「ハブタス」「過去分詞」「主説」の方は「主語」「助動詞」の過去形「ハブタス」<noise>「過去分詞」って覚えて1個も例が浮かばないからだから難しく感じちゃうんですよ。そうちゃんと1つでもいいから例を浮かべてそれでいつのことかっていうのを考えてください。ただからこれ覚えてください。「If I had rained yesterday ですねあ。昨日雨が降っていたら「We would have stayed at home」「家にいたのにな」でも実際はいなかったよってやつです。 さあ、縮めてみましょう。縮約形すると。はい。If it rained ですね。はい。It と had は合体すると、いるになるんですよ。It rained yesterday.We would have ですね。はい。We do have というよりは、would have ってこっちくっつけることが多いですね。We would have stayed home っていうふうになります。If の中に、hard でしょ。こいつはね、would じゃないですね。hard たす過去分子がいる、はい、過去のことですね。 えそして主節の方には、上動詞の過去形たす、ハブたす、過去分詞はい、具体例を覚えましょう。If it rained yesterday, we would have stayed home っていう形になります。はい。で、これさえ覚えとけば、もうまず仮定法の基本はバッチリです。そして、その基本をひねってくる、応用してくるやつが、こうやつですね。さあ、空所に入るのはどれでしょう。If I had followed your advice, then I なんとか r e a c h now.

っていう,ふうにで if、ね、でタす過去分子あ仮家庭法発動だなって思ってはい家庭法じゃないやつどうかしますね助動詞の過去形がいないであっ歯で足す過去分子の場合は家庭法過去完了って言って主節の方には助動詞の過去形足す歯でタす過去分子が出てくるんだって思ってこいつだって言ってさようならっていうんですね <laughs> さっきそうやって言ってたのにだここが大事なんですよきちんと考えてくださいね言いましたね歯でタす過去分子が出てくるやつはいつのことでした 仮定法過去完了とかいう名前のやつは過去のことを表すんだって言いましたそれに対してこっち見てくださいほら主節。これほらそう「now」ってきてるから今でしょうねはい、えー、顔みたいになっちったやつじゃん「いや」みたいなですね、はい、今になってるわけだからそうもしあなたが「would have been」ってやっちゃったらはね助動詞の囲いたやつハブタス囲かいつのことを表すんでした そうこれは過去のことを表しますねでもこれ now ってきて今のことを表してるんですよだからそうこっちです助動詞の過去形足す動詞が来てる罰仮定法過去ですね仮定法過去は今もしくは未来のことですからだからこっちが正解なんですよええー、そんなことあるんですかあるんです if の方は過去のことを表してるだってほら then って書いてあるじゃんほらね その時ってて書いてますね過去のことを表してて主説の方は今のことを表してるってまあこれね何かね家庭法のねじれとかってわけのわかんない名前がついてるんですけどこう軸が歪んでるってことなんですかねでまあねじれっていうのはつまり条件説の方ですねもしこうだったらっていうのが過去の話で,で今こうなのになっていう現在のことそんなの普通でしょもしあの時こうしてればなとかですねよくあるじゃんもしこうあの時こうしていれば今頃こうなのになっていうふうに思うことっていっぱいあるじゃない。 そうでしょあああの時勉強していればな今頃大学生になってるのになとかって思ってるね人も <laughs> いっぱいいると思いますけどそうですねそういうことですあの時こうすればっていうのはよくあることなんですよ。はい、だから if I had followed your advice followed、ねはい、もしそうね私があの時従っていれば I would be rich would now be、ね、今頃私はリッチになっているだろうな えそんなのややこしいですよ出てきちゃった時どうすんですか判断できないじゃないですかできますもし入試問題でそれが出てくるんだったらちゃんとこっち過去ですよこっち今ですよって印がつくから安心してくださいだから過去問とかねいろいろ問題演習とかねもうやってる人はいるとは思うんですがそうするとちゃんとこっちの方には At that time, その時とかって、ね、出ていることが多いですね。で、I will be r e a c h now とかってここには、now とか、today っていうふうに出てきますから、ね、今、今日っていう印がついてくれますので、大丈夫ですね。ねこれが家庭法っていうものの仕組みになりますので、別にこう、ね、forward your advice っていうところがあって、ね、こういうふうに、If I had a forward your advice, then I w o ハ l サ have succeeded とか、えー、こういう形で出てくることもありますからね、えー。成功していただろうとかっていうふうに言えることもできます。はいですね。これだったら、ね、過去のことを表しますね。家庭法、過去、完了っていう形で、両方とも家庭法、過去、完了だよなんていうふうにもなるし、こういったずれた形で出ることもありますね。じゃあ聞きますよ。この文、はい、喋るときの縮約形に変えてみましょう。はい。どうやって言いますこの If I had followed your advice, then I would be rich now っていうのを縮約形に変えると。 そそうそう,そうできましたねこうやって「I had」が「I do」になりますね。「If I'd followed your advice, then」そして「I'd be rich now」は?「I would」のところが「I do」になりますね。そう、同じ宿約系ですからね。厄介ですね。これ、「would rather」とかね「had better」とかのね話をした時にもやりましたけど「had」や「would」ですね、同じ宿約系なんでこれややこしいから間違えないようにしてくださいね。えー、ややこしいですよ。わかんなくなっちゃいますよ。大丈夫ですね。 後ろの形見ればわかるからこっちほら加工分子さんが来てますね加工分子が来てるからあこっちはハだってわかるしこっちは B っていう原型が来てるからこっちはウッドだって判断できますから安心してくださいそんなんややこしかったらねネイティブたちはね困っちゃいますからそここういうふうになるんだっていうふうにしておいてくださいはい、まあ、実際のところね これはオフレコですよ。思いっきり乗ってるけど、オフレコって言っても。実際ネイティブもめちゃめちゃ間違えますよ、これ。あのね、かなりこの if 説、本当過去のこと表してるんだったら、家庭法、過去管理を使わなきゃいけないのに、実際は過去形で書くとか、いっぱいある。それはもうね、アメリカ留学しててよくわかった。テレビ、ドラマ、映画。 ニュースとか見てて、うわ、違うじゃんっていう時しょっちゅうありましたからねそう。だから実はネイティブにとってもややこしいんだって。まあ分かんないですよ。だから100年後、200年後になったら、もう全然違うルールになってるかもしれないですからね。そんなことはあり得ます。で、最後このですね、アドバイスっていうのがよく出てくるから、一応知っておいてください。アドバイスですね。まずアクセント後ろです。アドバイスっていう形で後ろに出てくるよ。ってね でえさらには数えられない名詞ですよです、ね、いずれあの加算名詞、不加算名詞ってやりますので、はい、アドバイスは不加算名詞だよ、助言っていうのは数えられないんだで、動詞にすると、アドバイスする、助言するはアドバイズであると、ね、これもうすでにやった記憶が出てきた今、ね、今もうやったねこれ、はい、覚えねで発音はアドバイスに対して、はい、動詞の場合はアドバイズってなるよ。 でアクセントはこいつも後ろ当りバイトだよっていうね、はいこれはよく問われるポイントですからきちんと覚えておいてください。はいどうでしたか。はい家庭法10分で終わることができました。ではこれでもう家庭法の基礎は ばっちりですからあ if の中で過去形来てたらあ現在もしく見られることなんだ。へえ、そして主節の方に助動詞の過去形プラス動詞来てたらあそれ現在もしく見られることなんだ。それに対して if の中にハブタス過去分詞あったらあ過去のことなんだ。そして主節の方に助動詞の過去形プラスハブタス過去分詞あったらあこれは過去のことなんだっていうふうに覚えてもわけがわからない。 具体例で覚えてくださいちゃんと今日やった文を頭に入れてそれが出せるようにしてくださいそれであ可能性が低いとか実際とは違うことなんだっていうのを知っておいてくださいねあの時あなたのアドバイスに従っていれば俺は今頃リッチなのに、ね、あなたの言われた通りに宝くじを買わなかった投資をしなかったそこで私は今貧乏なんだ現実ね現実はそうはなってない、ね、あの時こうだったらなもしこうだったらなっていうのはすごく使うでしょその皆さんもよく使う表現ですかだから「勝て」っって 重要なんですよ英作文でも出てきますね。このように言語が1個しかなかったらとかねすごくよく出題されますから100万円もらったらどうしますかとかですねよく出題されますので仮定法はぜひ使えるようにしておいてください、はい、この動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします では始まりました基礎英文法講座今回は家庭法の2回目になりますねそうこの間ねピーザ食いに行ってさピザってなんかね最近ふわふわなパンのとこ選べるんだねあのアメリカのようなさこのふわついふわふわな感じなんだけどなんかイタリアのやつはこうパリパリしたやつとかってねどっちが皆さんは好きですか私は家庭法が好きです はいではいきますねはい意味の通りように並べ替えなさい「if w e r d help you or it not I w u l d fail the test」という形で、はい、並べ替え問題ですねまあ並べ替え問題なんでちょっと時間かかる人もいると思うんでその人はですねぜひ動画を止めてやってみてくださいでも知ってるよこんなのっていう人はすごく簡単ですよねそうですね「I w u l d fail」ってきてはい前回の復習ですね覚えてますねはいこの上動詞の過去形来てるやつね そそそうそうそう仮定法ってやりましたね「if」の方にそう過去形が出てくるよってやつね「もしこうだったらこうなのにな」ってやつですねはいテストにね落っこっちゃうしテスト失敗しちゃうよっていうのが来てますが「はい、もしこうだったら」って書いてあるわけですが B 動詞は、ね、動詞にしかなれないんだけど「help」とかねこれ厄介だよねこれ名詞になったりさ動詞になったりするわけじゃないですかそうなんですよ。英語っていうのはね品詞わかんないと意味わかんないんですよ。 ただただ、help だ、助けるで覚えてても、もしかしたら助けって意味かもしれないですからそう、単語の意味を判断するのに品詞って必要ですから、だから品詞からは逃れられない。で、まあ主語になれるキャラクターは、だから help か it のどっちか。まあ、your っていうのは所有格で it の前にはくっつかないから yourhelp っていうのはわかるとかね、そういう文法的でも結構絞れるんだけど、結局はやっぱ表現してなきゃこれ解けないですから。はい、答えはこうですね。If it were not for your help. I will fail the、test. っていう形になりますでえ前回も言いましたが実際の英語では「was」っていうことで使われる方が多いけれども、ね、入試問題とか高校の英語では「w r e になって出てますのでそれで覚えてくださいと。はい、で「if」の中に過去形いるえもしこうだったら「i will fail the test」主節の方には助動詞の過去形がいるよってやつですね。はい でえー、これはセットフレーズで覚えちゃった方が早いです。f a w e r n o t f o r ですね。これがなかったらというフレーズです。ね、あなたの助けがなかったら私、そのテストに落っこっちゃうよ、失敗しちゃうよ、お願い、ノート見せてとかですね。まあ、大学だとよくあるやつですよね。全然授業出ないで、他の人が、ね、出てて、その人のノートお願いみたいなね、えー。という形になりますね。だからこれで覚えた方がいいです。これがなかったらで覚えてください。f a w e r n o t f o r っていうので、記憶してください。 でこいつはね、短くすることできるでしょさあ、どこを短くしますかそう、so, uh, If it weren't っていう what、ね、と o t とくっつけて、If it weren't for your help ね、しゃべるときはくっつくほうが普通だって言いましたね。 Fail the test ねこれも「ウッドじゃなくて喋る時は「I'd fail」っていうふうにすることが普通ですからそうなんですだからこれをきちんと覚えておいてください家庭法みんなこれ覚えるんですよすごく覚えるんだけどリスニングで全然対応できないとかっていう人が多いので、ね、それはこの縮約系が分かんないからねだから毎回毎回ですね縮約系やってるそういうことなんですよ実際聞けないとか実際喋った時に不自然になっちゃうっていうことが多いのでだから縮約系は必ずやっておきます、はい、であなたのヘルプがなかったら「I'd fail the test ね」ね 失敗しちゃうかもしれないよってですねお願いしますもしあなたの助けが今なきゃ私は失敗するんですとから今ね助けたいっつってるわけです <noise> はいでは次の問題いってみましょう意味の通りを並べ替えなさいただし文頭にくる子も小文字になっているとそうだから補ってやってくださいというか大文字に変えてやってくださいね文頭にくるやつはさあどうでしょう Well help you or for it not I would fail at this ほとんど変わんないですねねさっきと出てたキャラクターは、ね、でもそうイフさんがいらっしゃいませんねさあその場合どうしなきゃいけないのかっていうのがポイントですそうこれは知ってる人はスッと解けるけど知らない人はもう全くできないですからこの問題になるとはい答えは「Were it not for your health I would fail the test」というこういう謎の形になりますのでうわ何それってなるのでご注意ください。 こういう形でしたねさっきはね「If it were not for your help」だったんですがこういう時ですね実はねこのいずれもっと詳しくやるんですが「if」の省略っていうのがあります。で「if」を省略した場合はこいつを前に持ってくるっていうですねそういったルールがあります。そうすると「were it not for your help」という形が出来上がありますね。 何度も言いましたね動詞を増やすためにはそう接続詞とか関係詞がいるよって言いましたねいらないから普通じゃないですねほら普通じゃないだから入試は問いたいんですよ普通じゃないものをよく問うって言いましたねそこの「わ」が前に出てくる「Where it not for」っていうのが問われることがありますでこれは問われるんだなるほどって思うんですが、まあ、理屈は今やりましたが覚えてください問われちゃうから「Where it not for」っていうのでセットフレーズです ね、並べ替え問題でできたり、穴埋め問題でできたりしたときに、これを知っとけば大丈夫です。あだ、意味は同じですよ。あなたの助けがなかったら、えー、テストで失敗しちゃうよっていう意味だと思ってください。で、こっちはすごい硬い表現ね、何回も言って覚えてください。Were it not for your help?、ね、で、あ、ちなみにこいつは was には変えられません。さっきのこっちは if it was っていう方が普通ですけど、このスーパー硬い表現の場合は was にすることはできません。必ず w a で言わなきゃいけません。で、他にも習ってないですかこれ。 If it were not for to, were it, not for と他に習ってるキャラないですかありますよね。それをちゃんと覚えましょう。はい。いきますね。If not for your help. これあんま習ってないですね。実はこれあるんですよ。If not for っていう表現。知らないでしょ。だから、it were が省略されてるわけですよ。よ If not for your help, I would fail the test っていうやつですね。で、出ちゃったことがあるので、早稲田大学で。だから一応やっておいています。そして、学校とかで習うんだったら、so but for your help, I would fail the test。そう、これですね。 But for ってやつですね分かってますよ。自分も習ったし、教えることもあるけれども、超硬い表現ですからそう、これがなかったらってみんな知ってる、覚えてる。ね、全然英語も喋れない、英作文も書けない人たちが、But for を知ってる。なぜ 超硬いいい表現ですす知らないネイティブも結構いますよ私あのハーバードにですね通ってる人がインターンシップで日本に来たんだけどその人がね塾でね、まあ、日系アメリカ人でねだん,だん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 日本語が上手くなってきておーすげえ嬉しいって言ってで入試問題これねフォーを入れる問題がね出題されたのがあったんですけどそのハーバード出身のねえやつはね解けなかったですよトフォーなんか知らないって言ってね。 はい、正解できなかったよね高校1年生とかが普通にこうやって解いて「イエーイ!」っつってって「これで合ってる?」っつってこうやって見せてそいつは「分からんこんな表現知らん」っつってたからねだから知らない人もいるんです。でだもっと簡単なのはこれですね「so, Without Your Help I Would Fail the t s これはもう日常をよく使う表現ですからね えー、こんなんすぐにわかると思いますね。はい、なんで、こういうのがあるんだなっていうふうに覚えてください。だから、このフレーズを全部覚えればいいですよ。If it were not for your help, were it not for your help? で、If not for your help, but for your help, without your help? ってこれで覚えればそれだけで簡単でしょ、ね、みんなわざわざ If it were not for, were it not for, but for without とかって覚えて一切英文出てこないって人が多いですけど、そうです、ね。こういうふうにフレーズ単位。まあ、できるんだったら勝手方だから。 この w o l d の方が入ってるのも覚えてほしいかなっていう感じです。はい。で、いう形でね、まあ、いずれこの If が入ってないキャラクターってね、いうのもいろいろと出てくるはずです。長文中にはたくさん出てきますから、パッドフォーエイ・ウィザードさまざまなものが出てくるっていうわけです。はい。では次いきます。<noise> さあ、同じように並べ替えましょう。意味の通りのように並べ替えです。ださ F been, have, y o u r for, it, not, had. I would have failed the test. さあ、どれでしょう そうですねこれ would have failed っていう形。常動等式を去認足す、外部足す、過去分子、家庭法、過去反応、過去のことですってやつですね、はい。それになりましたから、これも知ってりゃ終わりですね。そうさっきと似たようなやつです。were not の部分が had not been に変わってますね。if it had not been for your help、ね、これは過去のことですね。あの時あなたのヘルプがなかったら私失敗していたよっていう意味になりますね。 はい、こっちは過去のことになるんだっていうのが分かっていればですね。あなたが助けてくれてなかったら私のテストでダメだったよってってるわけですね。で、これも宿約権すれば <noise> If it hadn't been for your help, I would have failed ですね、would have、ね、failed はい。だからこれも覚えちゃうんですね If it had not been for your help, if it hadn't been for your help で覚えればいいです じじゃあ同じですねこれねはい、意味のとおりに並べ替えなさいあーしまったこれつけるの忘れたけどはい当然です、ね、文頭に出てくるやつも小文字になってますからそれを大文字に変えてやってくださいさあどうでしょうはいまあそうです同じパターンですね失敗していただろうって言ってるわけですがはいそうです答えは「had it not been for your help」ですねあなたの助けがなかったら「ね、I would have failed the test」という形で「えー、had」を前に出します if をを消ししてて had を前に出してやるそう。この前に出してやることによってこれが塊だよっていう印になるんですよ。だあなたの助けがその時なかったら過去の話ですねなかったら私はテスト失敗してたよっていうふうになるわけですね。だからこれも理屈は分かりますね。if 消して、had. の部分を前に出す。まあ、いわゆる上動詞的な役割をするやつですね。B 動詞とか、派手とかね。そういうのを前に出してやるって言えば、仮定法の統治とかって言われるやつですけど。はい。だからこれも覚えちゃうわですね。フレーズとして。If it had not been for your help. ね。Had it not been for your help. っていうふうに覚えてしまえば OK です。じゃあ、はい。当然ですね。こんだけスペースがあるわけですから、わ <laughs> かりますよね。何入れればいいか。そうですね。先ほど習ったのと同じように。はい。If not for your help. ですね。こういうやつは時間関係ないです。 B e 動詞とかさ、いないでしょ、ここ。だからこれも過去の話でも使うことができますね。The if it had not been.it、ね、と had と been が省略されていると思えばいいんですが、if not for your help, I would have failed the test.、ね、ここも関係ありません、ね。出節の方で、こっちの方で時間は判断してください。I would fail だったら仮定法、過去、現在もしくは未来のこと。それに対して、would have failed だったら、えー、助動詞の過去、す、have たす、過去分詞だから、ああ、過去のことなんだっていうふうに、えー、考えてください。はい。 で同じ s t a b u t for の方にも had とか入ってないですからこれ時制関係ないですこっちで判断しなきゃいけないですね the b u t for your help っていうふうにそのまま言えますただ何度も言いますかスーパー硬い表現ですで最後は、ね、without your help、ね、こっちも、はい、大丈夫ですね時間には影響されません、はい、重要なのはこっちですこっちが時間を判断する基準になる こっちは、はどがついていから、もうこの時点で、ね、いつの話をしているかは分かるわけですね。だから、これも一生懸命ね、えー、覚える人が多いわけですが、そうですね。If it had not been for, had it not been for, if not for, but for without っていうふうに、ですが、全部くっつけてね、your help とかくっつけてやるといいですね。If it had not been for your help とか、had it not been for your help, if not for your help, But for your help, without your help. っていうふうに覚えてください。はい。だから一生懸命みんなね、覚えるんですけど、必ず文とかフレーズ単位で覚えるっていうのを忘れないでください。そうやってやることによってだよ、だいぶ楽になりますよ。覚えちゃった方が早いんだもん、これね。理屈はいろいろあるけども、if <laughs> を消して、はどうまいんですとか、if を消して、わーおまいんですとかってやるんだけど、それで文作れなかったら意味ないですから。 ね、そうじゃなくて、えー、きちんと文で一個覚えておけばそれだけでいろんな問題に対応できるようになるし、えー、作文でも間違いなくなりますからそういったことを意識してやるようにしてくださいはいこの動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします話題始まりました基礎英文法講座今回は仮定法の三番ですねそうですいよいよ出てきましたよこのなんでしたっけおィッシュがですね登場しましたんでさあ見ていきましょう I wish you, 何とか here, our world will be, can be. 楽勝そうですね、はい、前回までやってたですね。<laughs> うわ、複雑う、文字数いっぱい、覚えの大変っていうのとは、大違い、<laughs> 短い、ね。もうすぐに分かれたと思います、ね。そうです。I wish っていうのが出てきた場合ですね。ねえー I wish that と説っていうかね塊なんですけど。まあダットがくっついて出てくることはまずないと思いますので、えー、この形になってですね、このダット省略されることの方が普通です。で、ここにあった場合、そうウィッシュさんが出てきた場合ですね、仮定法を使ってやらないといけませんね。なんで仮定法っていうのはどうするんでした？そうそうそうね、時間を変えてやればいいんでしたね。R とか W、B とかキャンビーとか全部仮定法になってないですね。そうですね。から過去形使って。 やればいいいんだよって言いますね, I wish you were here. ですねここにいたらなーっていうやつです。そうだから時間はかめますね。あなたがここにいたらなーだからそうここ過去形使ってるけどでも今のことを表してるわけですねそう。だから厄介なんですよ。I wish you were here っていうのはそう過去形を使っているんだけど過去のことじゃない。今ここにあななたたがいてくれたらなだから実際は いいいいなななわけですよ、ね、あなたここにいてほしいなて、ね、だからよく習いますよね。I wish I were a bard とかで、ね、そう私が鳥だったらなとかね。で鳥なことはありえないからってやつね。でまあそう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 。言以外もこうね。I とかでも一応、ね、和を使いましょうっていうので学校では習うと思います。B ド詞使う場合は和ねとかっていうふうになりますが、まあ、実際の場合は was になりますので、ね。I wish I was. っていうのが使われることが多いです。まあ、I was here はおかしいですね。もう実際にいるから。えー、こんな感じで、で I wish I were a bird とかね。I wish I was a bird みたいな形で使ったりすることもあります。でまあ、これだけだったら全然難しくないんで、余裕のよっちゃいかなんですが、ただ、こういうふうにね、would や could も出てくることがありますので、お気をつけください。I wish you would be here みたいな形で。 えー、助動詞の過去形のこの but や could が登場することもありますなんでこれは押さえておかないといけないですねなんかいつもこのね過去形が来るって覚えてる人いるんですけどそうとは限りません助動詞の過去形っていうのも出てきます I wish you would be here ね、会いたらいいのになとか I wish you could be here みたいな形で登場することあります could、まあの方ができる感が加わるとは言われてますけどまああんまりうちのねお抱えネイティブは考えてなかったそう言われればそうかもしんないなぁっつってた で、ウッドっていうのはですね。宿約系がありましたね。覚えてますね。そう、何度も何度もこのね。ウッドの宿約系ってやってるのはですね。そう、喋る時にやっぱりみんなこっちばっかり使って宿約系で喋れないし、聞いてる時に宿約系だって。わかんない人が多いからです。宿約すると。 I wish you to be here っていうふうになりますね。would は do ですね。had と同じ形取るから厄介だって,てですね。I wish you to be here っていうふうに言うこともできます。ね、これ、could ではなく would の方のですね、えー、くっついた形になりますのでお気をつけください。I wish you to be here っていうふうになりますね。これであなたがいればな、ここにっていうことです。はい、では次の問題に行きますね。The movie was great. I wish you なんとか there with me っていうふうに さあなりました。文脈が変わりましたね。あ、what will be h a d b e e n っていう,うなります。さあ、どれでしょう。はい、できましたかね。the movie was great と書いてあります。まあ、時勢が関わってくる問題なんですね。時勢が関わってくる,る場合っていうのは、必ずいつの話かを抑えないといけません。ね、the movie was great っていうのは、そうですね。これ、いつのことですか?。過去のことです。いいですね。これ、仮定法関係ないですからね。 I ウ i ィッシュとかもないしイフとかもないですねこれ単なる過去の事実を言ってますね A がすげえよかったよって言ってますでアウィッシュって言ってはい出てきましたアイウィッシュですねでここでああ分かったアイウィッシュ来たはいはいはい YOU 来て過去形なんでしょうアイウィッシュユー r e でしょうって言ってこれを選んじゃったらもうさようならですねはいダメです選んではいけませんえー、なんでですかって言うんですけどだってこれほら They are with are me ってて書いてますね「そこに私といたら」って言ってるんだからこの「そこ」ってどこだか分かりますそうそうそうムービーのところですね行った場所になるわけですよだから映画館でしょうねだから映画館に渡しといたらよかったのにってこれ過去の話ですねこの中は過去の話になってますさっきの「I wish you were here」っていうのは過去形を使っているけど現在の話ですよね 今のことを表してるんですよ。もうややこしいよね。本当の名前が過去形だけど現在のことです。でもここ過去形入れちゃったら現在になっちゃうからどうするんですか。そうですね。前に出てましたよね。過去完了形っていうのを入れれば過去のことを表せます。はい、厄介ですね。ハドゥードタ数過去分子っていうのを使えば。 過去のことを表せるんですよ、ね。I wish you had been there with me っていうふうに言うことができるわけですね。そうすると、ああ、その時あなたが私と一緒にいれればよかったのになってなるわけですね。Wish で,でできているので、はい、あとか Will be とかですね、はい。こういうのは仮定法になっていないので、さようならってやつです。で、I wish you had been there っていうですねは。あなたがそこにいてくれたらなってです。I wish you、no 過去分詞で出てきたらそれこの「wish」してるね「願ってる時」よりもね1個前の時間になるのでこの「had been」っていうのが出てくるとね、えー、だからあ,あそこにあなたがいてくれたらよかったのにっていう過去のことを表しますで縮約してやるとそうですね「I wish you'd been there」っていうふうになりますねわかりましたねはい「you'd been there」っていうふうになるわけです「hadu」が「do」になるほら分かりましたねややこしいってこれ何度も何度も言い続けてるのはそうなんですよだからこれが You'll be there だったらさ、I wish you'd be there だったら今いてくれたらなのに、I wish you'd been there って言った場合は、その時ね、いたらよかったのにっていう意味になりますね。というふうに、ね、ハーとウッドはくっついた時に厄介ですからお気をつけください。まあ、もちろんハード足す過去分子で、ウッドの場合は原型だからわかるんですよ、ねイティブにはね。うん、で、I wish you'd been there っていうのもあれば、さらにそうです、ね、さっきのほら、ウッドやクッドが出てきてたから、そう,そうなるだろうなってわかるよね。 So, I wish you would have been there とか I wish you could have been there っていうふうに助動詞の過去形足す、have 足す過去分詞っていうです、ねえー、形を使うこともできます。めんどくさいですね。I wish you would have been there,、ね、I wish you could have been there. っていうふうに言うことができますね。 はい、いやあ、だから入れればよかったのにな、ね、そこに入れればよかったのにっていう風になります。これだったら過去の話になるわけですよ。はい、じゃあ縮約してください。こっちくっつけてください。なんて言えばいいですか、えー、こうやって言えばですね、I wish you would have been there ですね。はい。you d have been じゃなくて、普通は would ですね。you would have been there っていう風になります。で、a could の方も I wish you could have been ですね。could do っていうですね。could've Been there. っていう形になるので、はい、これを知っておいてください。で、これ覚えちゃえば簡単ですね。でだから、さっきのやつを使って、I wish you were here ですね。I wish you would be here.I wish you could be here. ってやって、I wish you'd been there.I wish you would v e been there.I wish you could have been there. <笑><笑>っていうふうに、はい、言えばできます。もう本当に言いづらい。だって、ぶっと深かったりしちゃう、ぶぶんずみたいになるしさ。 thr あるしねもう本当に発音してないと思いいますがねこういったフレーズで覚えてしまえば、OK、です今回ね映画の話出てたよね映画すごい良かったから来ればよかったにまあアメリカ人にとってやっぱり映画っていうのはものすごく大きなことであの映画見たその映画見たとかですねこうこうこうだよねっていうのは映画の話で盛り上がるっていうのはよく言われるんですがまあ本当でした。 そそれはそうでししたた本当に暮らててみてよく分かったやっぱり映画の話ってすごくよく出てくる、ね、高校普通に話しててあの映画の高校こういうところに似てるよねとかですねあの映画よかったよねみたいな話はすごくよく出てくるのでやっぱ映画って重要なんだなって思うんですが映画って非常に厄介な単語ですね映画って何て言いますあそうですねさムービーですねもちろん知ってますねムービーが映画だっていうのは知ってると思うんですけど使い方知らない人が多いですね だ映画を見に行ったとかってね言う時にさ何て言いますん難しいんですよこれが、えー、実はこうやって言いますね「I went to the movies」っていうふうに言いますねだから多くの人は英作文とかでもやっぱ「I went to movie」って書いちゃうわけですね、まあ、当然日本の方々は漢詞を抜かすプロですから、ね、そういうふうに書いちゃうんです,ですけど、はい、見てわかりません、ね「だもつくし「エス」もつくんですよ 厄介ですね I went to the movies というふうに言います映画一本しか見てなくてもムービーズですなんで気をつけなきゃいけませんえその映画なんてわかんないじゃんわかんなくてもつけるんですね。納得いかなくてもいいんですね。あなたが納得しようが納得しようがしたことじゃないネイティブスピーカーにとってはです、ね so、I went to the movies っていうので覚えなければいけませんこういう表現なんだと思ってください、ね、映画が昔は一本じゃなくてセットで放映してたから 知らないですそんなの <laughs> そんな昔の映画内容とかは分かりませんなんか今でもね日本だとねあの地方では映画2つセットとかで放映されてるんですよ知ってました人入んないからねびっくりですね都市の人たちビビりますようえー、みたいな3本セットとか放映してるとこあるんですよさあやめましょう、えー、でこういうふうに言いますアメリカではそうアメリカではっ言ったってことはそうですイギリスでだから違うんですよ言い方分かります こんなふうに言います、ね「I went to the cinema」っていうふうに言いますね。「Cinema ってだからイギリス英語なんですよね。アメリカではそんな使わない表現ですね。まあ、こいつも「だ」がつきますので、えー、お気をつけくださいね。ていうかほかにも言い方があって映画ですね別にこの「The Movies」を使わないでも言えてこんなふうに言えますね。「I went to see a movie」とかこういうふうに言うんだったら、ね、そうう映画見に行くみたいな感じだったら「ね、あ」が使えまやっかいでしょ C がついた場合はさ。 ビクいい、ね、屈,いい屈を一生懸命調べる暇があったらですね英 <laughs>、えー、単語1一個でも多く覚えてください。で、イギリスだったらこうやって言いますね。I want to see a film っていうふうに言うことができますね。だ日本では cinema っていう単語も film っていう単語もまあよく聞くと思いますが実はこういうふうにですね、イギリス英語だったっていうのはあんま知られてないですね。まあ、シネマってね、この映画館とかなんかの劇場ですね。 このシネマっていうのは劇場の名前にはついてません。アメリカのね、えー、何とかシネマっていうのは見るけど、やっぱり映画見に行くっていうとき、ウェンテダスシネマみたいな感じでは言わないって言ってましたね。はい。なんで実はシネマやフェイムっていうのはイギリスでよく使われる単語だったってことですね。はい。The movie っていうのは厄介ですね。 こんな、ね、イギリス英語アメリカ英語の違いもあるとあとはそう日本だとやっぱさ動画のことさムービービっって言っちゃうんだよね YouTube のさ動画のことは「愛想はムービー」とかって言っちゃうんですけどあれビデオですからねムービーとは言わないそれだからアメリカ人が日本に来て結構英会話とかで「あれ何の話してんの映画見た」っつってたからえ映画の話が出てくると思ったらなんかオンラインで猫がなんかやってる面白いのを見たって言ってるこの人どんな映画だあ,あ YouTube のビデオクリップのことだったのねみたいなね、えー、そういうことって結構あるそうなんで、はい、なのでこの辺のことも注意してくださいだから意外と映画っていうのは英語でしゃべる時に面倒くさいというか厄介なものだっていうのを知っておいてくださいはいこの動画がよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ではは始まりまりした基礎英文法法講座今回は家庭法未来です、ね そうですね。聞いたこともない。なんじゃそれって思う人も多いところでね。自分自身も高校時代習わなかったですからね、これね。えー、みたいな。自分も思いましたよ。えー、何それみたいなねそう。教える側になって知ったところなんですけど。14歳の母、女王の教室。しだらいはい。えー、いきますね。F live I to or be to、uh, I would have many relatives ですかさあ、一体どれでしょう さどれでしょうね、えー、かりますだかこの辺になっていくるとですね知ってりゃ余裕だけど知らんと「は」っていう問題になるんですよ。そうこれどうでですかできました、まあ家庭法だろうっていうのはまあね見てわかるじゃないですか「would」ですね上等詞の過去形いるしまあ「if」いるしね。あ e レ a t i ブっ s 大丈夫ですかこれ親戚ですね。 そうリレヒティブって読んでる人が結構多いんですけどレラティブスって呼びますので間違えないでくださいでほらだって関係があるわけじゃないですか親戚っていうのはねで日本語の親戚っていうとですねどうも皆さんで、ね、おじさんおばさんとかいとことかって思い浮かべるらしいんですけどレ t ティブスは範囲が広いですからね別に親とか子供だってレ t ティブスですからね間違えないでください日本語とずれますので気をつけてくださいで F があるから、まあ、家庭法来たんだろうなっていうんですけどまあこれはもう知らんと無理です これです。If I were to live to be 200, I would have many relatives っていうふうになりますが、えー、もし私がこうですね、War to ってやつです。万が一何とかだったらとかって言われるやつですね。えー、で、Live to be っていう表現です。えー、結果の to 不定詞とかって言われるやつですね。で、結構ね、Live to 何とかって何でも言えちゃうと思うんですが、ほとんどの場合、Live to be 年齢っていう形でで使われる表現ですなんで万が一私が200歳まで生きれたらとしたらってことですね200歳まで生きれたらそしたら、えー、多くの親戚がいるだろうそりゃそうだろうねはい <laughs> あ分かんないまあ一人もだったら無理かもしれないですねずっと結婚できなかったら、えー、無理かもしれないですけど、はい、こういうふうに、えー、使われる表現ですワー・トっていうですね万が一何とかだったらっていうねで、まあ、ただまあ可能性が非常に低いね普通の家庭法よりも 低いんだよ。だから、if I lived to be 200っていうのよりもこっちの方が可能性が低いんだっていうふうによく言われますね。なんでまあ知っておいてください。Were to ですね。まあ if I was to という人もいる。 感じででるんですけどもまあ一応ね大学入試とか高校ではこの WAR2 で覚えてださい「f i w r l o v e t o b e 2 0 0まあ絶対で200歳まで生きるなんて今の科学では可能ではないですから可能性がすごく低いっていうのはわかりますよね。もうちょっとねなんかかっこいい例文にしてほしかったんだけどねで200歳まで生きれたら「どうなるかね?」って言ったらネイティブがう「うん親族が多いんじゃね?」っつっ <laughs> なんだそれ?」みたいなそんなしょぼい文になるのかと思ってこんな硬い表現使ってんのにと思ったけどはい。 では次です、ねはい意味の通るように並べ替えなさいとただし文頭に来る子も小文字になっていますですね live I to to w o p 200 I would have many relatives、ね、さあわかりますかはいできましたそうですね応用問題ですねはいこれ覚えてたかなで初めて見るっていう人も前にやった問題ですね家庭法の3とか ね、えー、やったやつを覚えてれば、あ、そうか、あいつかってわかるやつですね。カテホンさじゃない、カテホン二だ。はい、そうです。 if を取っ払って b e 同士前に出すやつね覚えてますかねありましたね were it not for ってやったじゃんね if it were not for っていうのの if を取っ払ってはを前に出すっていうのをやりましたねそれと同じなんですよこいつも if I were to っていうのは if 取っ払ってはを前に出すことができるんですねこういうやつを頭に置くことができますでそうすれば were I to live to be 200っていうことができます 接続詞がないんだけれども接続詞があるのと同じ働きができるわけですね。Uh, Why it not for と同じで、わずにはできません。w a s です必ず。ね、Why I to live. という形になります。Why I to live to be 200.200、ね、200歳まで生きれたら、I would have many relatives.、ね、多くの親族いるでしょう。ねはい、同じように家庭法の Wood をとっています、ね。はい、だからこれが万が一なんとかだったらっていう 家庭法未来と言われるやつなんですがそうです。家庭法未来様はですねもう一体いらっしゃるんですよ。ね、こやつだけじゃなくてもう一個知ってなきゃいけないのでそっちも覚えておかなければいけません。はい意味の通りに並べてくださいただしい文頭にくる子も小文字になっていると。How should any, you any Please if さあどうは、ね、はいこれもね見たことある人だったらもうスッとできるし。 見たことない人ははってなるやつですね。If you should have any questions, please let me know っていう形になりますね。はい、こういった形で、should が if の中に出てくるよってやつです、はい。もし何か疑問がありましたら、questions がありましたら、お知らせくださいってやつです。私にお知らせください。 Let me know って、ね、すぐに出てこないんですけど頭の中に Tell me みたいなもんだと思ってください。Let me know っていうのはもう本当にネイティブからすれば一フレーズというか一単語ぐらいのものなので Let me know とか Let us know みたいなですね。I'll let you know とかね。あなたにお知らせしますとか本当によく使う表現ですので知っておいてください。うんね、で、もし万が一ね何かしらコエスチョンがありましたらね。質問があったらお知らせください。で、これで気づきますよね。あれあれあれ今までやってた家庭法と違うよってなりますよね。そう。 ここ仮定法なってないですね。そう let me know ってこれ単なる命令文じゃないですか。ね仮定法の印って覚えてます？そう助動詞の過去形とかだったよね。だからこういうところ助動詞の過去形もいなければ過去形もいらっしゃらないですね。この中には。そうだからこういうのを押さえておかなければいけないわけですね。そう should が出てきた場合は 別に家庭法じゃなくていいです。とまあ、参考書とかには「家庭法でもいいし家庭法じゃなくてもいいよ」って書いてありますけど普段の生活で家庭法のやつはまず見かけないですねこのシュッドのやつで、ね、ほとんどの場合こっち普通の文になってます、はい、なのでこっちで覚えた方が早いですねこれがなんか家庭法だっていうふうに思ってる人はあんまいないと思います、ね、そもそもネイティブの感覚としてそういうふうにはないと思いますただこれついてる方が丁寧って感じで思ってる人が多いと思いますね 実際うちの子のだからネイティブもうん,なんかすげえめっちゃ丁寧な部分って言ってました <noise> じゃあ次の問題いきますねはい意味のとおり名前変えなさいとただし文頭に来る子もこうになっているって同じですねはい同じパターンですね have should any you questions please let me know もう応用できるでしょう応用って声が聞こえてきますよもうですねだから見たことなくてもこれできる 人多いですねやっぱり自分もこれ習ってなかったから知らなかったわけですよ。知らないで私大学入試に臨んだわけですからね,ね予備校通って習うようになってええー、こんなのあったんだみたいに思ったんですけどさそうですこれですね should you have any questions please let me know っていうやつですはいこれね非常に堅苦しい表現なんですがまた同じパターンですね if you should have any questions ってやって if を取っ払って Should っていう常動詞です、ね、を前に出すっていうパターンです。はい、そうすると、Should you have any questions?、ね、だからこれ疑問文じゃないっていうのが重要ですからね。これ、If の塊なんですよ。だから。えー、万が一、Questions があったらっていうふうに言ってます。まあ、だから、Should の方が What to よりも可能性がちょっと高いかなとかって言われるんですけど、そこはあんまあ気にしなくていいです。Should you have って、この形でね。 覚ええちゃえばいいです、すこの if 節の中にこの any って、ね、よく登場しますので、え、否定文じゃないの any ってとかと思ってる人いますけど、あの if の中にもよく登場しますエニっていうのは。で、Please let me know. これでもう覚えた方が早いですねセットフレーズとして「Should you have any questions?」っていうので覚えておくといいですね。まあ、これトイックで本当によく出るんですよ。Should you have any questions?、まあ、すごく丁寧な硬い文なんでだからこう書き言葉として出てくるんですよ。だからメールとか手紙のところに出てきますので「Please let me know」じゃなくてよく出てくるのは「 ヘジテイ e はしてますねそう。ためらうってやつです。だから、ためらわないでくださいってことですね。私に連絡してくるので、ためらわないでください。これで覚えればいいです。should you have any questions? do not hesitate to contact me ですね。あ、please つけてね。please do not hesitate to contact me っていうのでも、全然構わないし、さらに、これ言い換えられるの知ってます。あの会話文とかでも出ることは一応あるので、あの入試問題ね、知っておいてほしいんですけど、知らないですかこれ言い換えると。こうやっていうこと言います。 Feel free to contact me なんていうふうに言うこともできますので、これは知っておくと。Should you have any questions, please do not hesitate to contact me とかですね。Should you have any questions, please feel free to contact me ですね。Feel free to だから、お気軽にってこうね。Feel free to do お気軽に連絡してきてくださいとか、そういった、ね、ビジネスシーンとか。 お店の人とかさ接客してる人とかそういう秘書とかそういう人じゃないとあんま耳にすることはないと思うんですがで「ワーティの方は必ず家庭法で「シュートの方は別に家庭法にならなくてもいいんだよって習うけれども実は「シュートっていうのはすごく丁寧な表現でビジネスシーンとかで使われることがあるとそのメールとか手紙とかだからそういうのをやらないネイティブはほとんど見ることないんですよ彼らはねそだから私たちが習ってる表現っていうのは面白いよね、まあ、一部のネイティブたちは全然見ることもない ようなものでもこう見かけるっていうことはね結構あったりするんですよだから大学入試でかなりカジュアルな表現とめちゃめちゃ丁寧な表現がごちゃ混ぜなんで それを分かかっていかないといなとけません、ねえー、そう使えるようになるためにはどういう場面でこれ使うのかな友達同士の会話とかで使うわけじゃなくてビジネスの場面で使うんだとかっていうのを知っていかないといけないわけなんですだから京都大学がね会話みたいなのをさ英作文で出してたのがいきなり丁寧な表現で書きなさいっていうのを取材したりとかってねしたことがあるんですけどそう,そういう場面っていうのはきちんと覚えていかなきゃいけないけ、ね、まあレジスター使用領域っていうんですけど、ね、そういったものを覚えていくっていうのをしないと。 なかなか大変になるんです。だからまあセンター試験と共通テストのね、問題っていうのを比べて。だいぶレジスターが違ったりするわけです。使用領域が違うなっていうふうに感じたり。することはあるわけなんですね。それから今までのね、センター試験の文法誤報問題とかね。使われてた表現というのが、共通テストのやつだと、あれ全然出てこないよ。この文法事項とか、この表現っていうのがあったりするのは、実はそういうことなんですね。そういったものもね、勉強していく上ではとても大事ですから、まあ、使いながら。 触れながらですね。やっぱ結構感覚のところって多いので、ね、そういうのは学びながら、使いながら、聞きながら、読みながら、ぜひマスターしていってもらえればいいんじゃないかなと思います。はい、この動画よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。Feel free to subscribe to this channel. Do not hesitate to subscribe to this channel. では始まりました、基礎英文法講座ですね。今回は 家庭法現在に行きますねもう名前が嫌ですもう家庭法過去家庭法過去完了家庭法未来ときてですね家庭法現在ですもう一体どんだけですね時間を移動するのかよく分かんないんですがまあここもですね家庭法未来と同じなんですが私は習ってませんね。えー、高校の時未就ですね卒業してよかったのかな、はい、さあでは行きますねそんな家庭法現在さんと一体何ぞなのかっていうのを見てみましょう The teacher recommended that the students, なんとか on time, were, are, be, should. というふうになってますね。さあ、どれが入るでしょう。で、これもね、習ってる人にとっては、はいはい、知ってます、さようなら、みたいな感じなんですが、ま,あ、まず4のシュッとはないですね。ありえないですね。えー、なんかリコンドの後、recommend だと、シュッと出てくる SV のやつですね。動詞じゃねえじゃん、こっちは動詞ですから、こうね、シュッと B とかね、B が必要でしょ。ね、だから4はありえないですね。 で和と R と B っていうのが出ててさあどれなんだっていうわけなんですが仮定法だから和なんじゃないのあとはもしかしてこれ「ディット」ってここついてるか実性の致とかですね違いますさなら、ね、で仮定法現在って言ったから現在形が正解になるんじゃないのとかですね答えはですら、ね、答えは3番の B になりますねはい原形を取る,、ね現ね、原型取るんですよそうこのね仮定法現在ってね原形取るんですよねっ。 はいねもうやだよね家庭法現在って言ってるくせに形は現在形じゃなくて原型なんですよねそれが厄介ですで今回はその原型を取るキャラクターたちっていうのを勉強していきますはいまず最初ここに出たのは recommend ですねはいね推薦推奨するですね s t u d e n t たちに時間通りに来なさいよっていう風に言ってるってことです そうあオンタイム大丈夫ですね。日本語でも最近言うようになりましたけど、はいねこういう風うに目的語にとるねこのザッと節語目的語とってでそこの S-V の動詞の部分が原型になりますっていうキャラクターです。 で何でもかんでもですね原型に取るわけじゃなくてそりゃそうですよね今までいろんなキャラここ見てきたと思いますけど the teacher thought 思ったとかっていうので、えー、原型になったりすることはないですね believe とかもありえないし said と言ったとかでもこういうふうにはならないですね原型になるやつとならないやつがいるわけですよでそれを決めるのはここの動詞ですここの動詞がどういうキャラクターかによって決まるのでそいつらを見ていかなければいけません はい、でこのキャラクターを取れるやつらっていうのはですね決まっていてですね、まあ、一部紹介します全部を紹介するわけにはいかないんでスペースの問題とか受験に出ないのにどうでもいいっていうのもあるしあと結構、ね、やっぱね間違って教えられてるのはすごく多いのでここですね気をつけてください、えー、結構間違ってますはいでは、ね、見ていくわけですが「えー、オーダー」はいどういう意味ですか「そう命令」ですね「ディマンドは」はそう要求するっていう意味ねまあオーダーに関してはこれもうやったじゃんすでにね多義語の「オーダー」っていうのは解説しました まあディマンドとレコメンドってね、実は同じ仲間なんですよ。こいつら命令から来てくる、この Mand もメ n d も。だから、えー、実際は、まあ、入試ではそんなに出ることはないから、えー、コマンドって命令するっていうのもね、実は同じ形取れます。これ、ザット、SV、原型っていうの取れるんですけど、ねそう、コマンド、コマンド、コマンド入力とかさ、ゲームで,やですね。あれ命令だからですね,ね。コマンダーとかね、命令出す人ですね。とかっていうので、はい、からこういうふうに要求するとか、 プロが前でポーズが置くっていう意味ですね、まあ、いずれいろんなキャラクター出てきますからでポーズつくやつあああれもつくあれもつくみたいなねいっぱいあると思いますインポーズとかさ何とか置かすとかねあると思いますが、まあ、いずれやっていくと思いますがで前に出すんですよだからこうだっていう風に主張するっていうですね「インセスト気をつけてくださいこれ主張するって覚えますよね」 だから何かね提案命令要求主張のキャラクターができたら「That」「SV」「原型」っていうふうに、えー、習うんですけどお気をつけくださいインセストはこれ主張するって意味じゃないですからへえー、そんな辞書しか載ってんのにみんなねこれ要求するって意味ですよインセストってこれ、ね、もちろん主張するって意味もあるんですけど後々やりますが主張するの場合は仮定法現在にはならないからねだからサジェストも 提案するですね。これね。プロポーズと同じような意味です。なんか、色をつけるとややこしいね。はい。インシストは、これは要求するという意味。サジェストは提案するという意味です。はい。require。はい、そうですね。要求する。request。quest、quire。これね。もともと同じ単語ですか、この2つは。はい。求めるだって言いましたね。inquire とか question とかっていうのをもともとやりましたね。はい。だから要求するってよくわかる。ask。ね。頼むだから、request と似てますよね。 で、アドバイスですね。アドバイスするってですね。これもやりましたね。バイズが、で後ろ、こっちにアクセントで発音がバイズであるよとかっていうのもやりました。アドバイスする、忠告するって。ね。ウォーン。これもやりましたね。発音ね。AR で W くっついたがウォーンに変わるよってね。ウォーン。R でこれで、これ注意するわけですね、こうやって危ないよって進めてあげる、レコメンドするっていうわけなんですが、あちなみにそ、バイズっていうのは、ビジュアルとか、ビジットとかね、あの見るから来てますねそう、何度もこうやってね、見てですね、ね大丈夫、大丈夫、大丈夫、みたいなね、そういう感じです。さて、こいつらなんですが、実は共通点があるってことに気づいてますか、かなり多くの人がですね、家庭保険現在ってね、丸暗記する人が多いんですけど、そうじゃないですね、これ、全部共通してますよね、あるものが。 かかんないですか共通してる部分があるってえこれみんなやれって意味ですねそうお前やんかいっていう意味でしょそうでしょだから命令するやれって意味ですね要求するやれって意味ですね提案するやった方がいいっすよですね。お願いねやってよってことでしょ。 ね、忠告するやった方が絶対いいよねウォンやんなきゃダメだってこれレコメンド推奨するねやんなよって意味ですよ、ねね、みんなやれっていう意味なんですよ、ね、昔はねこれ教える時に白って書いてたんだけど、ね、こ色のことだと思ったやつがいたからやめました、ね、白ってねそんなわけないじゃんってね <laughs> なんで色だと思うんだってねはいじゃあ、ね、具体例を見ていきましょうね The teacher ordered that the students stop talking っていうふうにね、喋、えー、んなって言ってるわけですね。喋、えー、るのはストップアイエネジーですね。なんとかするのをやめるんですから、えー、そういうふうに命令したと先生が、生徒たちに喋るなって言ったってことですね、えー。だから、オーダーとか来てるから、命令が来てるから、こいつ、この stop は原型ですからね。間違えないでくださいね、はい。そう、だからこれ、現在形に見えちゃうじゃん。students stop って書いてあって。でもこれ実は原型なんですよ。 でまあ習ってる人も多いと思いますがそう別にここに「シュッド」を入れてもいいよってねイギリス英語だとここに「シュッド」を入れることがあるよっていうふうに習うやつですね,、まあ、そうですねイギリス人たちは「シュッド」があった方が普通に感じる人が多い。ね これまあよくね「シュッド」の省略ですって習ったりもするんですけどシュッドの省略ではないですね実は実際はこっちの原型の形の方が元ですやんなさいしなさいって言って、まあ、ヨーロッパの言語でそうやれとかしろって言った場合にですねちょっとこのシュッドが見えるように動いてますけどで、はい、その場合このなんか特殊な形を取ることが多いんですよでそこで英語の方はその形がないんで原型を使うんですね。 で、それだとなんか変な感じ、みんななんかしろよ、すべきだよっていう意味になるから、だから、シュッとをイギリスで後から足したって言われるのがよくある説ですね。いろんな本とかに書いてあるのはそれです。真相は知りません。<laughs> はいね、多分合ってると思うよ。いろんなのに書いてあるから。はい、で、The teacher requires that the students be on time ですね。Teacher、ねえー、が students にね、オンタイムになりなさいっていうふうに言った。はい、今回も require とってるから。 原型になってますね。ざ、は、っ、い、と説明は原型。The teacher requested that the students be on time.The teacher asked that the students be on time.、ね、原型取ってるわけです。だから覚えちゃえばいいですね、こういうフレーズで。で、requested that the students be on time.、まあ、もちろん強さはね、require とかの方が強いですけど、request ask ね、弱くなりますが。ね で、the teacher advised that the students study hard ですね。一生懸命勉強しなよっていうふうにアドバイスしたっていう感じですね。はい、こんな感じで使うことがあって。で、こいつらはですね、もうすでに習ってるキャラクターと言い換えられるってわかりますそうですね、人 to do の形で言い換えられるキャラクターたちでした。The order the students to stop talking とか。 required The s、ね、teacher u d n on t to time the t s be e requested the students to be on time. The teacher asked the students to be on time. The teacher advised students to study hard. という形になっているわけですね。人が何々する方に向かうんだっていうふうにやりましたね。人と o ってね。そうです。だからそういつらで言い換えられる。まあ、むしろそっちで言う方が自然なことが多いと思いますね。はい、こっちの方がなんかやっぱ B ってね、硬い感じだよね。で、まあ なんでこんなもんやっぱ原型変な感じってもうかもほらやれって言ったらほらさ命令文ってさ原型使うじゃんだから覚えやすいですよ実はこうねあ,あやれって言われたらあのこれ原型使ってるなんかあやれっていう感があるなっていうふうに覚えればこの家庭法現在っていうのはだいぶ分かりやすいですそう家庭法現在より家庭法原型みたいな感じですで次が The teacher recommended that the students study hard ですねレコメンドの場合はですね 同じじようにに原型に取るわけじゃないですかでもあまり「レコメンドヒトトゥドゥ」とは言いませんまあ辞書とかには載ってんですけどあ,あんま使わないですね受け身の場合は結構あるんだけど人 is recommended to do は見かけることはあるんですけど <Gay. S 1> あんまりその「レコメンドヒトゥドゥ」っていう形を使うのはレコメンドしませんはいどうでもいいですねは,はい、えー、だからなるべくこっちの形を使ってください「the レコメンドッド・スタディーン」あもちろんざっと省略できるから「レコメンド t u ス e デ t ーン・スタディー・ハード」でも構わない で、the teacher demanded that students sit down,、ね、座んなさいっていうふうに要求したと。ね、これ、原型ですかね。The teacher proposed that the students cooperate,、ね、協力しなさいと cooperate.、ね、cooperate, 一緒にオペレート動くですか、ね、協力しなさいっていうふうに、ね、提案しましたよ、ね。一緒に協力するように提案しました。 っていうでですねでこいつらさっきと違って一とで取れないのでディマンドとかプロポーズね、えー、なのでお気をつけくださいねさっきのやったキャラクターとは違うんですで最後ですね非常に厄介なキャラクターをやっておきますエンセストとサジェストですね、えー、こうやつらは非常に厄介です、えー、なぜなら えー、主張すると、えー、要求するの2つの意味があるので気をつけなきゃいけません。で要求するの場合はさっきやったように thatSV のところ家庭法現在を取るのに対して主張するの意味の場合は家庭法現在を取りませんだからそこを押さえとかなきゃえー、なんでですか いや主張するっていうのはですねこうだと言いますってことですから、ね、言うはしろって意味じゃないですねそういうことなんですよもし主張するっていう意味が家庭法現在を必ず取るんだったらクレイムとかアサートとかですねそういうキャラクターいるんですけどそいつらも取んなきゃいけないはずなのに取らないですねそういうことですそれに対してインシス,ストとかディマンドは SV 原型のね形を取りますねそうだこっちがやれっていう意味だからですよ要求するの方はやれという意味になるからなんですね これはあんまり知られてないので注意してください。で、サジェストの方は、提案するの場合は、家庭法現在、つまり原形を取るわけですよ、thatSV ね。それに対して、ほのめかす、まあ、imply みたいな、ね、意味で使う場合は、家庭法現在は取らないわけですよ。 なんんででで注意意が必要すすねそう意味によよって変わるんですよこいつらだから気をつけてください提案するっていうのはそれやった方がいいよってみんなほらやれっていう意味になるからだから仮定法現在取るわけですよ仮定法現在っていうその原型を取る場合はやれっていう意味になる時だけなんで、ね、だからこういうふうになるんですはいだから The teacher insisted that the students be on time っていうのはこれはオンタイムになんなさいっていうふうに要求してるわけですねそうしなきゃダメだよって言ってるわけです それに対して、the teacher insisted that the students were on time とも言えるわけですよ、ね。これだったら普通に過去形が使われてますね。だから主張をするです。そうだから生徒たちは、はい、時間通りだよっていうふうに、えー、主張したっていうことなんですね。で、the teacher suggested that the students study hard っていうのは、これはわかりますね。suggested って過去形来てるけど、原形取ってますね。そうだからこれはそう提案するですね。 だ生徒たちに、ね、一生懸命勉強しなさいよっていう風に提案しましたっていう風になります。それに対して、あんまり先生がほのめかすとかって、いうのはまあ、サジェスト出てこないので、サジェストっていうと物事のことが多いので、えー、ほのめかすの場合ね。うん、だから、こちら。Their grades グレイズは成績ですね これもやりましたね。成績がこれをほのめかしましたよ。はい、何をほのめかしたの？って言ったら、てってスチューデント study ですね。ほら、もう過去形になってますね。勉強した一生懸命勉強したっていうことを示しましたよ。ほのめかしました。よってことですね。だから成績見てあこれいい成績だから、これはきっと生徒たちちゃんと勉強したんだなっていうね。一生懸命やったんだなっていうのを示したっていうふうになるわけですね。 でこういうふうに意味によって形が変わるわけですねだからやれっていう時になったら原型取るんだって覚えておくといろんなことで応用できるようになりますので、えー、ぜひこれらは知っておくといいでしょうねはいこの動画がよかったら高評価チャンネル登録よろしくお願いしますはい高評価とチャンネル登録をしろやれ、はい、それでは始まりました基礎英文法講座ですね今回でいよいよ仮定法は最終回になりますね これが終わったらもう残りは比較だけですから、それで大きな単元は全て終了という形になりますね。まあその後ね、細かい、このよく出るテーマみたいなのはね、扱ってはいくと思います。さあ、それでは最後行ってみましょう。さあ、今回の問題は、はい、空所に入らないのですね。はい、入らないのはどれでしょうっていうのを選んでください。It is なんとか that all of the students be on time.essential, vital, desirable, happy. でしょうあ。選びましたかね。はい。まあ、気づくよね。普通じゃないところにあれれれれれっていうパートに気づくでしょ。そう。この t h との塊の中にそうです。原型の b がいらっしゃいますね。もうこれあれ変なのって思うじゃん。絶対。まあ、前回のね仮定表現で1回目でやりましたけどね。そこを見てない方はねちゃんと見直してほしいんですけど。はい。そこの b っていうのを取っている原型を取っているなんで。 覚えてません前回の「Propose that」とかさ「o r d that, that」とかって「やれ!」っていうね意味になる場合は原型取るんだよっていう風にやりました。から今回もなってるでしょえ it is」でここに形容詞ですから全部ね「that」が入ると。で「it」が「that」以下を指す「まあ、it」「that」構文とかって言われるやつです。生徒全員が時間通りになるってことはエッセンシャル。そう欠かせない不可欠だ。 バイトオもそうですね。もう不可欠だ。望ましいことだ。ね、3番。全部、やれって意味ですね。望ましいことでやる。不可欠なことでやるって言ってるから、そう、やんなさいっていう意味になってるでしょ。だから、OK です、こいつらは。それに対して、ハッピー嬉しいです。なんか言えそうですけど、 ね、みんなが、スティーデンスがオンタイムです。イエーイ、嬉しいです。そうですが、言えません。こやつはね。ね基本的に人を取るだと思ってくださいね。ね例外があるんですけど、You are happy, I'm happy とかですね。そういう形で、あんまり物事を主語に取るってことは、ハッピーはないので、だからこういうふうに、It is happy とかっていうのはないです。そういった語法を知っていても答えは出せるんですが、基本的にこのね、ねやれっていうみんなの時に、原型になるんだっていうふうに知っておいてください。It is essential that students be on time.Students、ねはい、っていうのが、 オンタイム時間通りになるっていうのは欠かせないことだよ。エッセンシャル。エッセンスとかって言うじゃないですか、これね。まあ、エっていうのはね、存在、ねこの。この ES のとこね。なきゃいけないみたいな感じです。これがエッセンス、本質であるみたいな感じで。必ンとかオンタイムでなきゃいけない。で、前回もやったの覚えてますね。そう家庭法険則っていうのは、そう、ここ原型の前にシュッドを置いてやることもできるよって言いましたね。そう、イギリスではシュッドを足してやることが多いよって言いました、ね、アメリカではこう原型で使う。 It is vital that students be on time. Vital ですか、もうね、vitality とかって言いますね、このね、生きるみたいなのが来てるやつですけど、このエネルギー、で、ね、もう学生がオンタイムじゃなきゃダメだみたいなね、そういう気合のイメージを思持ってください。It is desirable that students be on time. ね、students be on time であることは望ましい、desire ですね、望ましい。このほら、d e s i r してますね、欲望的なやつじゃない。で、It is important that students be on time みたいな形で重要っていうのも出てきますね。 そうですね。だって重要ってことはさ、スティーレンスがオンタイムであることが重要ですってことはスティーレンズがオンタイムであるべきだ。オンタイムにしなさいやんなさいってい意味になりますよね。あもちろん結構インポータントとかの場合は、ああとか普通になってるのも見かけますよね。そうなんですよ。だから必ず原型にする必要はないってキャラも実はいます。It is necessary that students be on time ですね。はい、これをするのが必要だよ。そう、必要だからオンタイムしなさいっていことですね。 これ、ちなみにねって、このね、否定ですね。否定プラス、譲るですね。これ、譲れないっていう意味ですね。だから、必要っていう意味ですね。まあ、説はいろいろ出てくるからね、conceal、これ、譲るってやつですね。concession、情報とかね、説は結構いろいろ出てきますよ。はい、必要だよっていう時ですね。重要だよとかっていう時に出てくるんだなと覚えてください。で、これ以外の別のね、キャラクターたちも必要習うとは思いますけど、その時にも、こういう要素、しろの要素があるってですね。 思っとくとあああれもそうか説明がつくんだってなることが多いのでこれで知っておいてくださいねだから動詞の場合も「やれ」っていうので出てくるし形容詞の場合も「やれよ」っていう意味になるやつらが出てきた場合はなるんだそういった時の「雑 h e の中は原型を使うことができるんだって覚えとけばこれで余裕ですねもう家庭法現在はやっつけられます <laughs> じゃあ今回ですねこの「ネセサリー」から語源ちょっと見ていきたいと思うんですがまあ「ね」っていうのがこれですね 否定を表すと、まあ。No とかですね。n e g a t とか。n e i o n とかあるんですけど。s e っていうのがですね。これがまあ進むであると。進む系の単語は非常に多いので。Process 同にすると proceed ですね。進むっていうやつね。とか、Success とかっていうやつね。 で、プロが前でしょ。セスが進むんですね。だから前に進むプロシード。だその進んでいったプロセス。で、サックは下ですね。サブと同じ。sub と同じですね。下に進んだっていうのが元々の意味で、だからサクシードには成功するっていう意味だけじゃなくて、引き継ぐ、受け継ぐっていう意味があります、ね、あれだから下に進んだからですよ。で、うまく引き継ぎがいったよっていうのがサクセス成功ですね。で、それに対して引き継ぎの方を、受け継ぐ方はサクセッションって言いますね。 こうううややっっててて下にどんどんん受け継がれいいくっていうので使うやつで使つすねで。そういうのがいっぱいあるわけですよ。山ほどあるからどっかよくね。a c c e っていうのもそうですね。そこを進んでそこに到達するアットアップアックっていうのはラテン語とかフランス語の to を表すんでそこにつきましたよっていう意味ですね。have access to とかね。そういうのが出たりもしますね。他にも、precede だったら後ろに進むわけですよ。交代する。 髪の毛がこう、だん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 ね、交代していくこともレシーディングとかって言ったりするんですけど、だから不況のことをレセッションって言ったりしますね。それが景気が交代してるからですね。景気交代とか言ったりするし、さっき言ったこれがカンシードですね。カンシードが譲歩するとか譲るっていう意味ですね。コンセッションといえば譲で、これはまあ、2を表すから2人がどうぞどうぞってね、やったっていうのもあるけど、 わかんないです。実際語源は本当は, <laughs> それはあの。いろんな説があって、これどれが本当なんだろうっていうね、わかんないんですけど、はい、こういうので、seed っていうので出てくることもありますので、他に何かあるかなはい。エクセス過剰とかっていうのもありますね。X が外だから、そこを過ぎちゃってるよって,言ってですね。これもまあ、動詞で同じようにエ x シ e e d とかね、超えるとかっていうのもあったりするし、あ、プロシードが進むに対してね、preced っていうの、ね、を先行する先にあるとかっていうね。 これが出てきたりもするし、本当にいろんなキャラクターがこのね進む系っていうのはあるんですよね。こんな感じで、5ゲームでねいろんなのをねすることができるわけですね。では次の問題に行きましょう。はいでは最後ですね。意味の通るように並べ替えてください。Susan John's suggestion made that R be removed from his post。さあ、どうでしょう できましたちょっとねレベルが高いよねこれねあれ何か難しいって思うかもしれないですけどえまずそうですねスーザンっていうのがまあ集合になってるのは、まあ、間違いないですね頭に接続しとか何もついてないですからねえでこのリムー e ってねあすぐにどうしたとかってね突っ走っていかないでくださいねまだわかんないですよそんなことはでジャンっていう別の人が出てくるとサジェッションまああとサジェッションはつなげられますね監視 だもんね。これね。あ、サジェスチョンっていうのは全然つなぐことができます。で、残ったのはやはりこのですね。文法事項を知らないと解けないやつなんですよえー。なんでですか？ってね。まあ、答え見ればすぐにわかるんですけど、メイクってね。ほら。 原型取れるよね、SVOC。だから、make John B とかですね。make a suggestion B とかってやっちゃうんですよ。そういうふうに SVOC の C で原型とかってやると答えが出せないんですよ。だから、この知識は知らなきゃいけないんです。だ、それを教えてあげますね。それがこれです。Susan made a suggestion that John B removed from his post。まあ、アメリカでは position とかって言ったりもしますけど、さあ、これです。あれれれれれ、そうですね。B 来てますね。これ、原型が来てます。でも、そう。 さっきまでやっれた、ね、動詞取って、that 説じゃないし、it is 形容詞、that 説じゃないですね。でも、原形取ってますね。これ一体どういうこっちゃってなるでしょうそうなんですよ。ここをちゃんと押さえとかなきゃいけないわけです。えまず見ると、はい、スーザンメイ g スジ s ッシ o ンって書いてますが、はい、これ大丈夫ですね。メイカースジェッションっていうので、ね、提案するっていう意味です。はい、これで分かったでしょう。そうか、ここに提案するっていう意味が出てるからかっていうふうに気づくと思います。で、この that の塊ですが、 関係代名詞ではないですね。え関係代名詞だったら欠けてるとこなきゃいけなかったじゃん。でもこれ欠けてるとこないんで、John be removed っていうのは John is removed って形ですね。覚えてますね ?SVO だから受け身になってるわけでしょ受け身になると、そう、O が1個減るですね。元の形にすると、ノードを単位しますよ。Remove John from his post ですね。だから John をその地位からどかすと。 いう風になってるわけですねこれの受け身ですだから欠けてるところはないですね svo ってあって svo は受け身にしたら o が1個減るんだから sv で構わないんだってやりましたねだから b v r e m o ってこれであってですねでそのポストからどかされたって言って受験系になっている理由っていうのはそうですこのサ u g g e ョンっていうのが提案だからですねだから提案するって意味だからですでこの that っていうのは同格の that ってやつですまあ、何回かね出てきてよね 同格のとかってね、やったでしょ。同格の that っていうのは、イコール関係。前の名詞とイコールの関係になるキャラクターになります。だからこれは suggestionthat になってるわけなんですね。いずれ詳しく同格の that はもうちょっとね、やるから、そこでも知っておいてほしいんですけど、基本的に同格の that っていうのは、動詞の場合 suggest.esub ってなるでしょ。こういう風になりますね。この that 節を取れる動詞ですね。 この that 節を取れる動詞が名詞になった場合後ろに動詞だった時と同じように that の塊を置くことができます。これが基本的に同格の that だと思ってください。それじゃない例外っていうかそれじゃないやつらが有名だから t h e factthat とかねなんとかという事実とか。 the news that とかね。なんとかという知らせとかね。それが有名なんで、あまりここに気づいてないんですけど、基本的には後ろに that 説取れるやつです。だから思うか言うなんですよ、基本的にはね。that h i n k that って取れるから、だから thought that って取れるし、believe that って取れるから、だから belief that っていう風に取れるんですよ。名詞になっても後ろに that 説を取ることができるんです。その動詞だった時のだから力がですね、まだ残ってるんですよ。ね。そのフォースがですね、こう影響を与えてくるんです。 だから今回もそうなんですよ。このね、maker suggestion っていう形で出てきてるやつも、こう提案するって意味じゃないですか。だから提案するんだっていうね、力がね、注がれるので、この同格の that ってこのイコールですね、suggestion とイコールになっているんだけど、まだこいつの時の原型取るパワーっていうのが残ってるので、だからここ原型で使われてる be removed になってるっていうことなんですよ。 これが出てくるとハイレベル。うん。レベルが高いですね。こういうところを通ってくる問題も実は出てくるので、それが出てくると結構多くの人が間違えてしまうので、これは知っておくといいですね。SVOC とか書かないです。イコール関係になってる O とイコールだから C とかっていう風にはならないです。同格のダットの場合はもう、O とこれイコール。同じものっていうので、下には何も書かないと思ってください。同格のダットっていうのはそのままで何も書かないと。それだから気をつけてね。で、アドバイズがアドバイスになってね、取れたりとか。 オーダーっていうのもね、名詞ありますしね。こういう風に同格のザットで原型取るキャラクターっていうのは出てくると、なかなか難しいといか間違いやすいですね。だから前回やったキャラクター、recommend とかね、アイレラを復習しておいてください。recommend.sv とかさ、原型っていうのをやりましたね。あいつらがまたね、名詞で出てきた時に厄介だよっていうことです。 この同格のザットについてはもっとね、比較っていう単元が終わった後に詳しくやりますので、次が最後のですね、大きな単元になりますので、その後はザットの違いとか、イットの違いとか、そういうね、これとこれどう使い分けるのとか、これはどうなのっていうね、言ってあげますから、授業中に、ね、これは出ないとか、あんまり出ないとかですね、これはよく問われるっていうのは、きちんと言ってあげますので、そちらも期待していてください。今度はよかったら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。